キッズゲームス。なんで僕たち警察署の前に来てるの？今日はおまわりさんから緊急のお願いがあるんだって。緊急のお願い？刑務所にすっごく強い囚人がいるらしいんだけど、今の刑務所だと脱獄されるかもしれないから強化してほしいんだって。なるほど。ということで、絶対に脱獄できない最強刑務所を僕たちで作っちゃおう。サバキッズゲームス。じゃじゃーん、警察クモリンと警察BBが最強囚人でも脱獄できない刑務所に大改造するよ。どんな刑務所になるか気になるお友達はいいねを押してね。作って書いて投稿するといいねやコメントもらえちゃう。遊ぼうサンサンキッズ。この人が最強の囚人だよ。すっごく大きな体。この囚人はどんな悪いことをしたの？お店で暴れてバナナを200本盗んで食べたらしいよ。200本も？さすがの僕でも200本は食べられないよ。警察官が20人がかりでやっと捕まえられたくらい強かったみたいだね。さすが最強の囚人だね。そんな囚人を脱出させないセキュリティを作っていくよ。やるぞやるぞやるぞ。囚人がいる牢屋は5階で、1階から4階に脱出させないセキュリティを作らないといけないんだ。2階と4階のセキュリティは僕が作るから、クマリンは1階と3階をお願いね。了解。サバキッズゲームス。クマリン、作業は終わった？今終わったところだよ。これでいつ牢屋から出てきても絶対に脱出されないね。まあ牢屋から脱出されることなんてそうそうないだろうけど。それもそうだね。なになになに？牢屋に何かあったのかも。監視カメラを見てみよう。囚人が牢屋を壊して脱獄してる。どうしよう。落ち着いてクモリ。こんな時のために僕たちがセキュリティを強化したんだよ。そうだった。それじゃあセキュリティを起動させよう。囚人が4階に降りてきたみたい。まずは僕のセキュリティだね。その名もゾンビ防衛システム。大量のゾンビたちが囚人を捕まえるよ。さあゾンビたち、囚人を捕まえちゃえ。ゾンビたちが動き出した。さすがにこれだけのゾンビには勝てないだろ。マジかよ。全部倒されちゃった。最強囚人強すぎるよ。サバキッズゲームス。次は僕のセキュリティだよ。3階のセキュリティはこれ。あ、何もないけど。このレバーを上げるとマグマが流れてきて、じゃじゃーん、マグマ通路の出来上がり。あ、囚人が来た。さすがの最強囚人も通れないよね。マグマを飛び越えちゃった。あの距離を飛び越すなんて、なんてジャンプ力。あんなことできるなんて聞いてないよ。もう2階まで突破されちゃったよ。仕方がない。ちょっとずるいけどこれを使うか。このハンドルを回して、おいしょ、何枚もの壁で塞いじゃえば最強の囚人でも進むことはできないだろう。ビビ、頭いい。あとはどうやってあの囚人を牢屋に戻すかだけど。壁を壊して進んでる。これはさすがの僕もお手上げだね。もうどうやったら止められるの。サバキッズゲームス。とうとう1階まで突破されちゃったね。安心してビビ、僕が最強の捕獲装置を作っておいたよ。最強の捕獲装置？その名もカチカチコールトラップ。中に入ったものを何でも一瞬で凍らせる装置だよ。凍らせた囚人は動けなくなって、凍った囚人をそのまま牢屋に運んで溶かせば全て解決。なるほど、牢屋に入れるとき凍ってるから暴れられる心配もないってことだね。その通り。でもその装置の中にどうやって囚人を入れるんだ？どうやって入れよう。そこ考えてないのかよ。装置を作るので頭がいっぱいだったんだよ。ってそんなこと言ってる間に囚人がもう来てるぞ。あー、どうしよう。あ、待てよ。カモリン、バナナを装置の中に投げるんだ。どうして僕がバナナを持ってること知ってるの？いいから早く装置の中に投げ込め。わかった。
盗んだ囚人だし、きっとバナナが大好きだと思ったんだよね。なるほど。とりあえずこれで一件落着だね。いっぱい働いたからお腹空いちゃった。あ、アリー、僕のバナナが。いやい、バナナならさっき囚人を捕まえる時に使ってたよね。あ、バナナも囚人と一緒に凍ってる。氷が溶けた後もバナナは牢屋の中だから諦めるしかないね。そうだ、困ったばー。もう一度クモリン VS BB 巨大建築対決。キャプン、イエーイ。司会は私が担当させてもらうわ。よろしく、つくも。お題は何？お題は巨大なレインボーフレンズよ。イエーイ。クモリン怖くて作れなかったりしてな。別に作るだけだし大丈夫だよ。それじゃあお互い好きなように作ってみて。上手にできた方の勝ちよ。わかった。やるぞやるぞやるぞ。僕たちが上手に作れるようにいいねで応援してね。よーい、スタート。僕はレインボーフレンズのブルーにしようかな。青いコンクリートブロックを使って、でどんな感じだったっけ。まあ僕なら適当にやっても作れるよね。クモリンは早速悩んでるみたいね。まだまだ始まったばかりよ、頑張って。僕はブルーを作っていこうかな。まずは足の部分から。太さはだいたいこれくらいかな。長方形をイメージして、うん、いい感じ。次は胴体を作ろう。バランスを考えて結構大きめに作ろうかな。よいしょよいしょ。BB は出だし順調ね。この調子で頑張って。こうしてこう？多分合ってるはず。この天才クモリンの手にかかれば何でもできるんだ。トントコトントントン。えい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 。建築に勢いが出てきたわね。どんな形になるのか楽しみだわ。胴体完成。今度は両腕を作っていくよ。足と同じくらいの大きさで、よい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 。結構いい感じかも。あとは顔を作って終わりだ。 BB は完成形が見えてるみたいね。この調子で頑張って。体できた。顔ってどんなだったっけ。あ、そうだ、怖い顔にすればいいんだ。目はこんな感じで、口は大きく。あ、意外といけてるかも。クモリンラストスパートね。最後までやりきることが大切よ。まずは顔のベースを作って、目は白いコンクリートブロックと黒のコンクリートブロックを使おう。右目が丸、左目がバッテン印、口は半月の形、そしてよだれをだらーんと垂らす。最後に黄色いコンクリートを使って王冠をかぶせれば出来上がり。あ、そうだ、まだ時間もあるし、あれも作ってみよう。腕が長くて歯がギザギザして真っ赤な舌がペローンって伸びてるモンスター。何作ってるかは後でのお楽しみ。トントントコトコトン。わーい、これで2体目も完成だ。 BB は完成したみたいね。でも2体目は何を作ってるのかしら。動画の前のお友達も一緒に考えてみてね。そういえば頭の上になんか黄色いものが乗ってたような気がするんだけど、なんだっけ。わかった、僕わかったよ。トントコトントントンと。うんうん、やっぱりぴったりだね。これで完成。2人とも完成したみたいね。順番に見ていきましょうか。まずは BB。 どうかな。本物だ。とっても上手にできてるわ。体と顔のバランスが完璧ね。やったー、頑張って考えた甲斐があったよ。あとはこれ、時間が余ったからグリーンは作ってみたんだ。まあ、よくできたわね。ビビ、これ動いたりしないよね。それはどうかな。
夜になったらクモリンの家の前に。やめてじゃあなんだよ。それより早くクモリンの作品見せてよ。そうね、お願いできるかしら。いいよ。リリーン、これは何を作ったの？これはブルーを作ってくれたのかしら。そうだよ。うまく思い出せなかったけど、勘で作ったら意外と上手にできたんだ。これは BB の勝ちね。何でしょう？楽勝だぜ。負けちゃった。クモリンは次また頑張りましょう。ということで、今から作った巨大レインボーフレンズをかっこよく改造してもらうわ。上手に改造できた方が勝利よ。オッケー。また勝たせてもらうよ。よーい、ドン。改造なら僕得意だよ。まずはお腹に穴を開けて、なんだっけ、前に一回作ったんだけど、あ、多分こうだ。クモリンは穴を開けてどんな改造をするのかしら。完成が楽しみね。まずは大きな翼をつけようかな。右の方からよいしょよいしょ。色は黒。黒の方が怖い感じするから、ブルーには合ってる気がするんだよね。よし、右ができたから、今度は反対側も同じ大きさで、えい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 。よし、いい感じ。でも勝つためにはもう少しかっこよくしないとね。 BB は翼をつけてるみたいね。なんだかかっこいいブルーができそうね。やっぱりここは派手に飛ばしたいよね。そのためには TNT がたくさん必要だ。周りに置けるだけ置いてこう。えい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 、こっちにもポンポコポン。派手に飛ばす TNT、きっとあれを作ってるのね。みんなも何を作ってるか予想してみてね。次はダイヤの剣を持たせよう。左手がいいかな。まずは持つ部分からトントントンと、ダイヤブロックを使って鋭い刃を作っていくよ。うんうん、いい感じ。触れたら一瞬で切れるから扱いには気をつけないとな。 BB も順調そうね。このまま完成までファイトよ。よし、これくらい置けば大丈夫かな。僕の改造レインボーフレンズ出来上がり。かっこよすぎて2人が見たらひっくり返っちゃうかも。あとは足にタイヤをつけよう。ただ歩くよりもずっと早く移動できるんだ。車みたい。外側が黒いコンクリート、内側に白いコンクリートと青緑色のテラコッタを使うよ。コン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 、できた。これで完成だ。2人ともできたみたいね。今回は自信作だよ。僕だって。じゃあ先に BB からお願いしようかしら。どうだ。わあ、なんかいっぱいついてる。ああ、翼にダイヤの剣、足にはタイヤまで。すごいわ、こんなにたくさん改造してくれたのね。とってもかっこいいブルーになったわね。まあね。さあ次はクモリン、どんな改造をしてくれたのかしら。僕のはこれ、 TNT キャノンをつけたよ。 TNT 置いただけじゃん。まあまあ見ててよ。3、2、1、ポチッとな。作り方を間違えて暴発してしまったみたいね。うそー。でも TNT キャノンを取り付けるのはナイスアイディアだと思うわ。それでは結果発表、勝者は BB。 やったー、2連勝。おかしいな、迫力満点だったし僕の勝ちじゃないの？そうね、迫力は確かにあったけれど、せっかく作ったものがボロボロになっちゃったら意味がないわ。つくもの言う通り。ガミーン。次は作り間違えないように気をつけて作るのよ。はーい。今回
の対決どうだった？面白かったよってお友達はいいねを押してね。よし、失敗しちゃったからもう一回作り直してみよう。頑張れ。あ、せっかくなら BB のお家貸してよ。僕の特製 TNT キャノンつけてあげる。誰がそんな危険なことするか。そうだ、失敗は成功のもとだ。おはよう。ところでここどこ？見慣れないところだね。ここはお城がある町だよ。お城ほらあそこ。ほんとだ、おっきなお城。今日はあのお城の中にある箱から聖なる石っていうアイテムを取ってきてほしいんだ。オッケーオッケー。お城の中に入ってみたかったからちょうどよかった。よし、お城にレッツゴー。僕はここで待ってるからよろしくね。はいはい。お城に入れるなんて時代劇の世界に来たみたいだね。石を取ってくるついでに探検しようよ。おい、寄り道はダメだぞ。そういえばさっき通信機渡されたんだったね。これで僕がちゃんと案内するよ。はいはい。お城の中ってなんだか迷路みたい。迷いそうになっちゃうね。中が迷路みたいになってるのは敵兵が攻めてきた時に迷わすためらしいよ。なるほど。じゃあ僕の家も迷路にしようかな。クモリンの家には誰も攻めてこないでしょ。そろそろ目的の場所に着くよ。あ、見て見て。うわー、いい眺め。ほら、目的を忘れるなよ。そうだった。そこにある箱から石を取り出してね。この箱だね。中にはあった。これが聖なる石だね。石も手に入れたし、 BB の元に戻ろう。すっかり暗くなっちゃったね。ん？橋の向こうに誰かいるよ。あれって、ハギーワギーだー。どうしてここにハギーワギーがいるの？それも大量にいるよ。あれ、なんだか様子が。おー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 、追ってきたよ。なんで追いかけてくるの？二人とも頑張って逃げ切って。みんな、いいねを押してハギーワギーから助けて。逃げ切れたみたいだね。まだ私たちを探してるみたい。なんで僕たちが襲われてるの？何か理由があるのかな。もしかして聖なる石を取ったからとか。あれ取ったらいけないものだったの？僕もお城の持ち主に頼まれただけだから知らなかったんだよね。今はとりあえず何とかする方法を探さないと。僕の方でも調べてみるね。頼んだよ。ねえ、このお城広すぎない？それにそこら中ハギーワギーだらけで動きにくいよ。これじゃあ探索できにゃい。こうなったら、うんしょ、うんしょ。よーし、クモリン、私が引きつけている間に探索をお願い。なるほど、音でハギーワギーを集めたんだね。頼んだよ、クモリン。プリルのためにも頑張って探すぞ。よーし、私はできるだけ引きつけるぞ。なんか手がかりがここに。あ、バナナだ。いただきます。なんでやねん。うん、びっくりした。プリルがせっかくおとりになってくれたんだからちゃんと探さないと。そうなった。僕の方で調べて分かったことがあるよ。なになに？お城の最上階に聖なる石を置けばハギーワギーはいなくなるみたい。なんですと？それなら早く向かわなきゃ。ここが最上階への道みたいだね。パパッと石を置いてプニルを助けなそう。ここで分かれ道か。真ん中に本が置いてあるよ。読んでみるね。問題、マインクラフトで攻撃力が高いのは石の剣と金の剣どっち？もしかして正解の道が最上階に行けるのかな。でも不正解の道を選んだらどうなるんだろう。こ
んなの簡単だよ。金の方がピカピカでかっこいいし、金の剣の方が強い。あ、おい、勝手に行くなって。うわー、くもり、これは不正解を選んだっぽいね。ハギーワギーが登ってこようとしてる。もうダメだ。助かった。いや、まだ助かってないみたい。うわー、追ってこないで。クモリ、助けに戻ってきてくれたんだね。それはどうかな。なんとか逃げ切れた。もうあんな仕掛けがあるお城なんて聞いてないよ。まるで忍者屋敷みたいだったね。逃げ切れたのはいいけど、周りハギワギだらけだから動けにゃい。見失ったクモリンを探してるみたいだね。ここからどうやってプリルと合流しよう。僕にいい考えがあるよ。なになに？それはね、水の中なら見つからないよ。いいアイデアだけど、なんだか僕水に入ってばっかりな気が。この先でプリルが待ってるから、もう一頑張りだよ。おい、冷たい。クモリン、プリル、やっと合流できた。無事でよかった。ってなんで濡れてるの？ちょっといろいろあって。でクモリン、後ろ。ん？後ろ？うわー、どこに逃げればいいの？最上階に石を持っていけばハギーワギーは消えるはずだよ。わかった。クモリン、ダッシュ。このお城、どこまで登れば到着するの？エレベーターが欲しくなるね。僕もう限界。頑張って二人とも。は、見て。なんだろうこれ。いかにも石を置いてくださいって場所だね。ということはここが最上階か。ハギーワギーが追いつく前に石を置いて。わかった。ソリン、ハギーワギーが消えたね。ということは僕たち助かったんだね。やったー。それじゃあ外へ出よう。ところで聖なる石って何だったんだろう。調べたところによると、聖なる石を決められた場所に置くことでモンスターやお化けが来なくなるんだって。それで今回は石を置く場所が変わったから、お城の持ち主は聖なる石を持ってきて欲しかったみたいなんだけど。お城の持ち主もこんなにすぐハギーワギーが出るとは思わなかったってところだね。うん、2人ともお城探索とか好きかなって思って頼んだんだけど、巻き込んじゃってごめんね。まあ3人とも助かったし問題なしぬ。そうだよ、むしろ BB 一人でやってなくてよかったよ。二人ともありがとう。それじゃあ頑張ったご褒美にバナナください。あれ、探索中にバナナ見つけて食べてなかったっけ？え、私がおとりになってる時にバナナを？それはそのこの後のバナナはお預けね。そうだ、僕のバナナが。何か楽しいことしたいな。うん、楽しいことね。ハラハラドキドキで楽しい遊びを。あるよ。びっくりした。刺激的な遊びなら用意してきたよ。にゃんですと。準備良すぎるね。それでは今から逃走中を開催します。逃走中？ルールは簡単。学校から無事に出られればクリア。でも出入口は封鎖されているから、3つのレバーを探し出して動かせば開くよ。でもそれだけじゃないよね。その通り。ハンターが巡回してて、もし捕まったら檻の中にガッシャン。ハンターから逃げてレバーを探さなきゃいけないんだね。さらに途中でいろいろなミッションが発生するよ。楽しそう。さ
早速始めちゃおうよ。それじゃあ逃走中スタート。無事にクリアできるよういいねで応援してね。パパッとレバー見つけてクリアしちゃうぞ。ハンターに見つからないように慎重に行かないとね。さあハンターから逃げ切れるかな。なかなかレバー見つからにゃい。あ、見つかった。逃げろ。こんなに早く見つかるなんて。行き止まり。わわわわわわ。早速クモリンが確保されちゃったね。わあ、捕まっちゃったよ。お知らせ、クモリンが確保されたよ。早すぎない？これから一人でレバー探さなきゃいけないのか。何の音？ミッションが発生だよ。校長室にハンターボックスが出現したみたい。ハンターボックス？10分後にハンターが1体放出されるボックスなんだけど、2つの停止レバーを同時に動かせば防ぐことができるよ。2つ同時って1人じゃ無理じゃん。こうなると思って捕まった人を助ける方法も用意してあります。なになに？理科室に隠されてるアイテムで助け出すことができるよ。お助けアイテムか。でもハンターが徘徊する中、理科室に行って檻がある体育館での救助は超ハードモード。やるかやらないかは自由だぜ。確かに危ないけどハンターが増えるのは嫌だから頑張るしかないね。理科室到着。急いでアイテムを探さないと。どこかな。ん？これは金属を溶かす薬？これで檻を溶かせるのかも。急いで体育館に向かわなきゃ。プニル一人で大丈夫かな。クーモリン、プニル、どうしてここに？捕まった人を助けるアイテムを見つけたの。本当に？やった。それじゃあ薬を投げるから少し下がってて。はい。それ、檻が溶けちゃった。これで檻から出られるよ。ありがとうプニル、僕のために危ない中。それじゃ校長室に向かおう。なんで校長室？二人じゃないとできないミッションがあってね。もしかして僕のためじゃなくてミッションのために助けたの？まあ助かったんだからよかったでしょ。校長室に到着。これがハンターボックスだね。今にも動き出しそう。このレバーを同時に動かせばいいんだね。じゃあせーので動かすよ。オッケー。せーの。ミッションクリア。これでハンターが増えることはなくなったよ。やったねプニル。それじゃあレバー探しの続きだね。次は捕まらないようにしなきゃ。あ、レバーだ。これを動かせばいいんだね。よいしょ。レバーが動かされたよ。残り2つ。やったー、残りも見つけちゃうよ。でハンター来てるじゃん。追ってこないでよ。はなんとか逃げ切れたかな。でまだ来てる。わ探してるよ。見つからないようにそーっと動かないと。見つかりませんように。見つからなくてよかった。レバーどこかな。うん、トイレにある予感が。あった、レバーだ。クモリン天才です。その前におトイレしようっと。すっきりした。よし動かすよ。それ、レバーが動かされたよ。残り1つ。やった、ラスト1つだ。今危なかったこと、クモリンは知らないんだろうな。次はどこ探そうかな。あ、プニルだ。おーい、プニル。ちょっとクモリン、静かにしないと見つかっちゃうよ。そうだった。残り1つだけど、なかなか見つからないね。最後の1つどこにあるんだろう。2人とも探してない場所にあるはずだから、最後は2人で探そう。オッケー。探してない部屋はここだね。あ、レバーだ。案外サクッと見つかったね。それじゃあ動かすよ。わっ、びっくりした。最終ミッション発生。最後のレバーを動かすと出入り口が開くけど、1分したら閉じちゃうよ。
学校から出なきゃいけないってこと。さらに大量のハンターが放出されるよ。そんなの聞いてないよ。これもミッションだからな。それじゃあラストスパート頑張ってね。これが最後のミッション。レバーを動かしたらすぐに走るよ。クリルは先に玄関に行ってて。何言ってるのクモリン。レバーは一人でも動かせるから、玄関にいれば一人はクリアできるよ。だったら私がレバーを動かしても。プリルのおかげで檻から脱出できたから、今回は僕に任せて。クモリン、わかったよ。絶対逃げ切ってね。クモリン頼もしくなったね。へえ、なかなかかっこいいじゃねえか。一度こういうセリフ言ってみたかったんだ。そろそろプリルは玄関に着いた頃かな。よし、やるぞやるぞやるぞ。それ出入り口が開いたってことは、今頃クモリンは、クモリンダッシュ。もうすぐ出口だ。クモリンこっち急いで。そりゃやったねクモリン、これでクリアだね。え、僕間に合わなかったみたい。そんなクモリン。でもプリルがクリアできてよかったよ。クモリン最後まで楽しかったよ。でも僕もクリアしたかったな。残念だったねクモリン。でもおかげでクリアできたよ。ありがとう。今回の逃走中クリアできたのはプリル。やったー。それじゃあ賞品を渡すね。え、賞品があったの？あれ言ってなかったっけ。賞品があるならプリルにレバー引いてもらったのに。ちょっとかっこよくなったと思ったけど、いつものクモリンだね。そうだ、頑張れ。勝利バナナください。サンサンキッズゲームス。